国道6号側からの外環道の駅をつくら港は、福島県いわき市にある国道6号の道の駅である。愛称は、浜風香るシーサイド夢長屋。2009年7月31日に、県内では19番目に、道の駅に登録され、12月26日に一時オープンとして、県内で20番目に開け駅。一時オープンでは、トイレなどの休憩施設や交流館がオープンした。 2010年7月14日に情報館が完成し、グランドオープンとなった。2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により被災し、営業を一時休止する。しかし、被災した建物の一部を利用して4月16日より直売車のみではあるが、土日曜日に限り再開した。 2012年8月11日に建物を一新した交流館がリニューアルをオープンした。リニューアル後は2階建てとなり1階に物販コーナー、2階にはフードコートとカフェが入居している。2014年4月26日、隣接地にチャイルドハウス、福丸が新しく建設され、キャロライン・ケネディも訪れた。周辺にある四つ倉港道の駅をつくら。 港2011年9月15日閲覧。東北観光白道の駅をつくらこう、交流館再オープン。2012年8月26日閲覧。福島県いわき市での日米友好の木、花見月イニシアチブの実施について新日鉄住金。 http コロンスラッシュスラッシュ www.nssmc.com スラッシュニューススラッシュ 2014042800pdf 2018年7月15日閲覧チャイルドハウス含まる吉田美紀とほぼ毎日ブログライブドア2018年7月15日閲覧ありがとうございます